ジャニー喜多川みたいなノリで男芸人を食う男芸人っていましたか？芸能界の裏話。俺初めて言いますけど、某テレビ局の。ジャニー喜多川みたいなノリで男芸人を食う男芸人っていましたか？すごいな、これ。ジャニー喜多川みたいにノリで男芸人を食う男芸人。まあ、漢字ちょっと間違ったんですけどね。食うっていう字も怖いな。でも、芸人さんで女性の芸人とか女性のアイドルとか食ってる人はいっぱいいるじゃないですか。そういう意味で、その、芸的な人で食う人ってあんまりいないんですか？でも、あんまり聞かないですよね。いや、俺初めて言いますけど、某テレビ局の、うん、まあ、有名な方がいらっしゃるんですけど、うん、その方は、芸人を呼んでお仕事の話をして、その帰りにタクシー乗った時に、ほっぺたにぶっちょってキスしたりとか、はい、下入れたりとかして、うん、で、仕事をくれないっていう。すげえ！それでくれないんだ！くれない。だから、そいつと俺は話したんですけど、はいはい、はっきりと大きい声で、あいつを殺しますって言ってました。ほう。います、います。だからそういう人はいます。それで売れないってすごいっすね。うん。で、なんかそういうのって普通仕事をあげる代わりに黙ってろよっていう、ある種バーターじゃないですか。そうそうそう。仕事くれないんだったらそれは黙らないよねっていう。うん、そう。欲求だけでもうそうするっていう。ああ、変わってらっしゃる。そうなんですよ。いますね。っていう。でもアーティストとかで割とそのゲイとか同性愛の人っているじゃないですか。でも芸人さんであんま聞かないっすよね。同性愛？うん。芸人で同性愛。わかん合ってるかどうかわかんないですけど、楽しんごとかそうじゃなかったんですかね。あ、まあ楽しんごさんとかそうガチで言ってる人はいるんですけど。だから本当になんか分かりやすい人しかいなくて、ハードゲイを名乗っていた彼も別にハードゲイではなく普通に女性と結婚みたいな。あー、いないですね。なんか、なんで少ないのかなっていう。あ、ただ、カズレーザーさんがバイセクシャルだ。誰ですか？カズレーザーさん。あ、そう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 。次回のゲストはもう会話じゃないですかね、ひろゆきさん。どうですか？会話、どんな会話ですか？いや、もうなんか何でもいろいろと、その会話がないと、そのちょっとしたこともこうすり合わせていけないじゃないですか。